俳優の岡山天音です。今回はですね、Lの動画クレイジーカルチャーの第5回ゲストということでやってまいりました。今回僕が出演した、王様になれという映画があるんですけど、それがですね、バンドのピローズの山中沢夫さんの、原案の、青春ストーリーということで、僕はとっても漫画が好きなんですけど、好きな青春漫画、についてお話できたらなと思います。本当に漫画がなんか自分の中のパーソナルなものになったきっかけみたいなものは、小3ぐらいの時に、いとこがよく遊びに来てて、その時に漫画を買ってうちに遊びに来て、それがその当時ジャンプで連載してた、ピュート福ジャガーっていうギャグ漫画で、自分が今まで読んでた漫画のフォーマットみたいなものから、ものすごく大きく外れた、ギャグ漫画なんですけど、本当に鮮烈すぎて、もう何回か本当笑い死に仕掛けた漫画で。最近僕が、好きな漫画いくつかあるんですけど、ですね、青春で言うと、青春って大きいんですけど、くくりが。これとかは分かりやすく青春ストーリーだなと思うんですけど、福島さとしさんっていう方のバララッシュという漫画ですね。主人公がこの二人なんですけど、この二人が最初、多分クラスメートなんですけど、いわゆるスクールカースト的なもので、全然違う位置に二人はいて、こっちの山口っていうキャラクターなんですけど、彼は結構不良グループみたいなものに属してて、って言っても根っからのそういうやんちゃ系ではなくて、本当はアニメが大好きなんですけど、学校の中でそういった同じ趣味を持つ仲間と出会えず、そういう自分の本当に好きなものはありつつも、器用にカーストの上の方の人たちと付き合って遊んでるみたいな。で、こっちの宇部っていう、絵がものすごくうまいキャラクターなんですけど、結構教室の隅っこにいるタイプで、この全然違う二人が、共通のアニメっていう好きなものを通じて交流していく話なんですけど、言葉も交わしたことないような人たちが、好きなもので縁を持つっていうか、そういうお話の筋、テーマみたいなものがとっても素敵だなと思って、美しいなと思って、そういうところが主軸としてあるお話なので、そういうとこが好きですね。これは、アーとかうーしか言えないっていう、すごいタイトルの漫画なんですけど、これは青春というか、社会に出てからの人たちのお話なんですけど、ちょっと、難しいです。これエロ漫画家に、この主人公の女の子がなるところからお話は始まるんですけど、この編集、担当の編集の人と、この漫画家の、二人のなんか、こっちの人も新人で、成長していくみたいなお話ですかね。二人とも大人なんですけど、ちゃんと青春時代みたいなものを過ごせなかった二人が出会って、大人になってからまた青春するみたいな。でもこれも夢を追っかける系のお話ですね。ではクイズをやるらしいので、この中からじゃあ一枚、お題的なものを引くってことですね。じゃあ一番上の、自分が書店員だと思ってこの中の漫画一冊のポップを書いてくださいっていう。結構カロリーがハイカロリーのやつを引いてしまいましたね。じゃあでもこれで書きたいな。森山中ですごい好きなやつなんで。はい。じゃあこの森山中教習所でポップを書きました。はい。みんな元気？っていう。これ難しい。これが、この教習所で、高校時代に一回だけ会話を交わしたことがある、
二人が夏の教習所で社会にもう社会大人になってから再会するっていうお話なんですよね。なんか一時だけ仲良かった友達とか、なんかみんな元気っていう、この動画を見てる昔の僕の友達みんな元気かっていう、いきます。えい、お、クイズ、クイズきましたね。以下の青春漫画の中で実写化されていないものはです。パラダイスキス、いちご 100%、 ストロボエッジ、坂道のアポロンですね。でも超簡単です。いちご 100% ですねってことですよね。正解ということで、いや、これはこれはですね、やっぱ僕世代だとみんなラブコメ、多分これジャンプでしたらラブコメなんですけど、いちご 100% 世代だと思うんですよ。よくね、話に上がるんです、同世代がね、一緒の現場だと誰派だったかみたいな。みんな実写化したがってるんで、されてないってことはチェック済みでした。でも僕のいろんなところでお話ししてるんですけど、あの松本太陽さんがとってもこの好きなんです。これ全部松本さんの先生の作品なんですけど、まあただ何ですかね、絵がものすごく力を持ってるので、どの作品も、まあ、実写化するしたいのかどうなんですかね、複雑ですけど、まあやるんだったらでも絶対参加したいですかね。はい、ということでですね、漫画についていろいろと語らせていただきました。僕の映画についていろいろインタビューをさせていただいた記事も上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。